モーリス・メルロー・ポンティは、フランスの哲学者。主に現象学の発展に尽くした。著書の日本語訳等においては、モーリス・メルロ・ポンティ、モーリス・メルロ・ポンティなど、メルローに、超音記号をつけない表記が多く用いられている。ロシュフォール生まれ。パリの自宅で執筆中、心臓麻痺のため死去。1908年フランスのロシュフォールに生まれる。 18歳の時高等師範学校に入学し、サルトル、ボーヴォワール、レビストロースラと知り合う。21歳の時、フッサールの講演を聴講し、現象学に傾注する。以後現象学の立場から、身体論を構想する。37歳の時主張、知覚の現象学を出版するとともに、サルトルと、レタンモデル主を発刊する。戦後は、 パリ大学文学部教授となり、児童心理学、教育学を研究する一方、冷戦激戦化の状況の中、マルクス主義に厳滅し、サルトルとは決別した。メルロ・ポンティは、近くの主体である体を主体と客体の両面を持つ、ものとして捉え、世界を人間の体から柔軟に考察することを唱えた。体から離れて、対象を思考するのではなく、 体から生み出された知覚を手がかりに体そのものと世界を考察した。1959年、見えるものと見えないものを観光。パリの自宅で執筆中、心臓麻痺のため救性。哲学体系は、両義性の哲学、身体性の哲学、知覚の優位性の哲学と呼ばれ、従来対立するものとみなされてきた概念の自己の概念と対象の概念を知覚における。 認識の生成にまで掘り下げた指摘をしている。例えば、それまで枯れ木を見たことがない人にとっては、枯れ木を見るだけでは、名前のない枯れ木を現象としてしか知ることができない。枯れ木を恒常的に認識できるようになるためには、枯れ木という言葉を知る必要がある。また、精神と体というデカルト以来の対立も、近くの次元に掘り下げて指摘し、 私の体が対象になるか自己自身になるかは、どちらかであるとは言えない。つまり、両義的であるとした。一つの対象に意識に精神の中のものであるか、対象の中のものであるかという二極対立を超え、私の体のリアリティはどちらとも言えない。しかし、それは、無自覚な曖昧性のうちにあるのではなく、明確に表現された時に両義性を持つとした。そして、 その状態が私という世界認識根源的な世界認識であるとした。そこには、すでに言葉と対象を一致させた次元から始めるのではなく、そもそもの言葉の生成からの考察がある。それは、論理実証主義哲学、分析哲学、プラグマティズムなどの言語が知られている次元からの哲学に厳しい指摘をしたと言える。そこには、 多くの哲学の垣根を超える試みが見られ、また、異文化理解や芸術などに大きな影響を与えた。また、知覚の優位性からの新しい存在論の試みが絶筆となった、見えるもの見えないもので見られる。ありがとうございます。